新潟市中央区の寄居中学校前です。横田めぐみさんが拉致された現場を視察するためにジュリー・ターナー特使が訪れました。これから県警の担当者の案内のもと実際の現場を見て回ります。横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された現場を訪れたアメリカ国務省のジュリー・ターナー北朝鮮人権問題担当特使。今回の視察は国連の特別委員会が日本人の拉致などの人権侵害について最終報告書をまとめてから10年になるのに合わせて行われました。ターナー特使は46年前にめぐみさんが友人と別れた交差点などを見て回った後、県庁で笠取副知事と面会、視察の感想を述べました。めぐみは walked before being abducted. In that moment, I was very touched, and felt the heartache that her mother must have felt.めぐみさんの母、早紀江さんやすべての拉致被害者家族の悲しみに寄り添った上で、拉致問題解決への決意を新たにしていました。My commitment to prioritize this issue. Personally committing to continue to raise the abduction issue in all of my engagements. また、ターナー特使は、日本政府が行っている拉致被害者への支援をアメリカ政府としてサポートしたいと話しました。